ちょっと待ってミナエ、お前、結婚式前に何をしていたか、ツイックスに上がってるのを私は知っているぞ。ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、ミオさん、この男、キャバレーで女のパンツをもらっていた。いや、違う違う違う、ミオ、ミオ、待ってくれ、ミオママ、それはミオママ、違う、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、そして、キスをしていたのを、違うの、ネットに上げられているんだ。なんか本当になんかすごい恨まれててママ、パパなんかすごいこの世界で恨まれてる、なんかすごい。そうなんだ。まあでも大丈夫です、もうそんなこと院長は気にしません。なんで言いに来たんだじゃん。今日はパン屋の晴れ舞台ですからね。晴れ舞台横綱じゃねえお前。まあそうとは思うんですけども、これまで院長も本当ミオさんには大変振り回されまして。そうなのかい。気持ちを振り回してしまったかもしれないわ。見る目がないってことか、ね、院長。昨日の22時、私はずっとカジノで待っていました。その待ってる間に上がってきたのがあの血戦車です。血戦車動画だ。血戦車上がってきちゃいました。その後にあなたの電話、まあ、大変追い打ちでしたよ。はい、でも怒ってらっしゃるのかなって思います。いやいや、そんなことないです。むしろとてもとても幸せな気持ちになりました。どういうことかしら。もう恋なんてどうでもいいんです。お前犬さん、お前委員長、この町わかりますか。吹雪先生、コロスサントスですよ。そうですね、こんなヤバい奴らはびこるこの町でこんな幸せになるってのはおかしい話じゃないですか。どうして。いやいやいや、いいだろう、みんな幸せに生きてるんだよ。ハッピーはここにあったんだよ。ハッピーになっちゃいけないのはどうですか。やめろ、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 やめろ。すごい早口。違います、まだ委員長何もやってないんですけど。あのはい、あーアリス先生、あの松葉線外してもらっていいですか。はい、すみません。はい、はい、誓います。それではこれ、ありがとうございます。死ねが決まったのね。そもそも誰ですか、へっしょったの。